バネッサカードイヒメアカタテハは、蝶目、タテハ蝶科に分類される蝶の一種。赤タテハに似たタテハ蝶で、世界各地に広く分布する。成虫の前肢蝶は3センチメートル前後。前肢の先端は黒地に白の斑点。前肢の中央部には、橙色地に黒の斑点がある。赤タテハによく似ているが、甲子の表側は褐色ではなく橙色で、 黒い反転が3列に点線状に並んでいるので区別できる。飛んでいる個体を見ても赤縦派が黒か主色が強いのに対し、悲鳴赤縦派は大色が強い。触角の先端が白いのは縦波長過に共通する特徴である。南極大陸を除くすべての大陸に分布していて、現在最も分布が広い蝶の一つである。ただし、オーストラリアでの分布は、 西部の一部のみに限られる。移動性が強く、越冬できないような霊体や関体地方でも、夏から秋にかけて、侵入や発生を繰り返す。日本でも秋に個体数が多くなる。成虫は、日当たりの良い草原に生息し、田畑の周辺などでよく見られる。不規則な軌道を描きながら、早く飛び、各種の花を訪れる。また、オスは縄張りを作るので、 母とのあぜ道や林道の上などの一定の区間を往復する姿が見かけられる。花以外にも樹液や十分、孵化に来る赤たて葉に対し、本種は花以外には集まらない。幼虫は菊花の母子草、ヨモギ、ゴボウなどを食草とする。本州では成虫で越冬すると言われる一方、成虫は越冬能力を欠くという千葉県での実験結果も出ている。 長崎揚げ派や黒子の町をと同じく温暖化により北上しつつある種の一つであり温暖な地域では越冬体不定である赤立派と同じく成虫越冬とされていた頃は春に見られる成虫の羽が劣化していないことに疑問を感じた学者が冬に植草を探索して幼虫を見つけ出し幼虫越冬とされたこともあったありがとうございます